日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらモスファミリーマートでのモスバーガーコラボ、照り焼きバーガー、クリームチーズバーガーとガッサンが止まるガトーショコラ風チョコレート。モスバーガーは以前照り焼きバーガーとかもそうですけど、中にチーズが入ったんですね。照り焼きとチーズどちらも濃厚で美味しそうなんですけど、おっと髪も専用のものだ。どうなんでしょうね。髪はチーズが垂れると嫌なので、もうこのままいただきますね。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。照り焼きクリームチーズバーガーはチーズの味がかなり強くて、噛んだ瞬間にねっとりとした中にもコクがあるクリームチーズが口の中にふわっと入って、ところどころで照り焼きの甘辛い醤油ダレが絡んできましたね。なのでどちらかといえばチーズを楽しむバーガーと言えると思う自分は感じました。一方ガトーショコラ風チョコ、いやガトーショコラってそもそもチョコレートじゃないのと思ったかもしれませんが、実際食べてみるとちょっと固めの種類のチョコレートと中のしっとりした生地がまたいつもの食べるようなガトーショコラとは違った味わいがあって美味しかった。なんとパクパクつまめる程よい大きさなので、ちょっと何か食べたいなという時にもおすすめですね。というわけで今回食べたモスバーガーの照り焼きクリームファミマコラボ、照り焼きクリームチーズバーガーとガトーショコラ風チョコはどちらも個性が光っていて美味しかったので5点とさせていただきます。だけどこれだけ美味しい肉まんで美味しいんだったら本家のハンバーガーはきっと。こちらモスバーガーの照り焼きバーガーハンバーガー、そしてチーズバーガーと食べ比べてみたいと思います。本当はクリームチーズ照り焼きとか食べたんですけど、今は売ってないのかな、それとも私のお店にはなかったのかだけなのか分かりません。メニューになかったんですね。なのでチーズバーガーちょっと変わっちゃいますけど、チーズバーガー照り焼きバーガーと食べた後、あと限定のチョコシェイクも注文しました。やっぱり本家本元は違うのかな、どうなんだろう。それではまずは大型の照り焼きバーガーからいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べた照り焼きチキンバーガーは結構、照り焼きチキンじゃない照り焼きバーガーは結構レタスが多めで新鮮でシャキシャキシャキとした食感が、照り焼きなんですけど意外とさっぱりさせてくれました。で下の方にあるお肉の甘辛ソースは
やっぱり本家の冷やってファミマのものより強く甘辛さを感じることができて美味しかったです。一方のチーズバーガーさん、やっぱりクリームチーズとはちょっと食感が違うんです、ね、ですが濃厚な牛の旨味やコクはしっかりと感じることができました。薄いチーズもそれはそれで美味しかったですね。モスバーガー最後に飲んだ混ぜるシェイク滑らかチョコソースは、チョコレートは滑らかなんですけど結構苦めで、甘いバニラシェイクと混ぜるとバランスが程よく整って美味しかった。ただ金粉は乗せる意味あるかなってちょっと少し疑問に思う部分もありましたね。というわけで今回食べた長らく照り焼きバーガーがやっぱりボリュームもあって甘辛さ口の中に広げてくる美味しさが一番印象に残りましたので代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。